クマです。始めていいのかな、はい、始めていいのかな、始めていいのかな。皆さん、はじめまして、のりこです。今日はずん先生の代わりに私のりこが皆さんの授業をします。さて、今日の授業は動物の名前です。皆さん、動物好きですか？私は可愛いかな、うさぎさんが好きかな。ということで、動物の名前早速見ていきましょう。ドゥルン。まずはペット、お家でよく飼われている動物の名前です。さあ、ここにいるのは猫。猫ですね。猫は小さくてニョーニョーニャーって鳴きますよね。ふわふわで可愛いので私も大好きなんですが、アレルギーがあるのでハクシュってくしゃみが出てしまいます。次、ハムスター。ハムスターです。小さいハムスターはケージの中で飼われますね。ちょっとネズミに似ています。次、オウム。オウムはカラフルな鳥です。ちょっと大きめの鳥です。最後、犬。ウォン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 、みんな大好き犬です。次、家畜。家畜は食べられてしまう動物のことを言います。まずはアヒル。ワッワッワッ、アヒルです。あとは鶏。卵を産むのは鶏ですね。オスと、男の鶏とメス、メスの鶏、女の鶏がいます。次に豚。豚さんです。美味しいよね。あれ、どこから豚の声が聞こえてるのかな。次、海の生き物。海にいる生き物です。まず有名なのがサメ。サメです。怖い。あとはイルカ。イルカは可愛くてゲームもいろいろします。水族館の人気者ですね。次、お魚。魚です。魚にもたくさんの種類があって、まずは金魚。あとは鯉。鯉は鯉のぼり、5月の鯉のぼりの時にモチーフになっています。あとはベタ。ベタは喧嘩をするお魚です。珍しいですね。さて、他にも骨やヒレのない海の生き物もいます。まずはタコ。たこ焼きに使われているタコ。あとはエビ。これも美味しいですね。エビ。あとはイカ。イカ飯とかお寿司にイカよく使われます。あとは貝。硬くてアサリとかいろんな種類がある貝があります。さて、強い動物の王様、ライオンです。ライオンです。次にペンギン。可愛くて大好きな人も多いと思います。寒いところに住んでいるのがペンギンですね。あとは首の長いキリン。キリンも子供に人気の動物の一つです。キリン、キリン。次はトラ。トラは強いですよね。お肉をいっぱい食べます、トラ。他にはポーン、ポーン。ゾウ、鼻が長い大きいだよ。次はこれはなんだ。猿。
猿。写真は日本猿です。猿はなんと温泉に浸かるんですよ。いいですね。あったかそう。次は、お？お？お？なんだこれは。クマです。クマ。クマですね。クマ？クマ。クマ？クマ。続いてはこれ、シカ。カン、シワ。シカ。シカです。シカは奈良県とか広島県の公園によくいます。シカせんべいをあげると、むしゃ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 って食べます。うんこもいっぱいしますね。次。ワニ。ワニ。ワニはちょっと怖いです。だって、噛まれたら絶対に痛い。このカエル、すごいところにぶら下がってますね。カエル、怖くないのかしら。さて、皆さん、以上が今日の動物の授業です。どうでしたか？皆さんの好きな動物、ぜひのりこに教えて。ということで、コメントしてくださいね。ちなみに、次の授業はみんな大好き、果物です。ベトナムの果物、いっぱい取り上げます。絶対見てね。ベトナムのフルーツが食べたい。絶対美味しいじゃん、ベトナムのフルーツ。絶対美味しい、絶対美味しい。ベトナムの果物食べたい。絶対美味しいでしょ。だって美味しいって聞くもん。3月に食べに行くよ。みんなに会いに行くよ。